芸能タレント通達、昭和63年7月30日紀州355号とは、日本において労働省が1988年に発した通達で、芸能人の労働者性の判断基準を示したものである。人気のある年少芸能人の夜間、深夜における業務を事実上解禁したものであり、光源氏通達とも俗称される。人気年少アイドルが夜の生放送番組に出演。1988年当時、人気の絶頂にあった男性アイドルグループ、光源氏は、たびたび夜の生放送番組に出演していた。しかしながら、当時の光源氏には15歳未満のメンバーが2人いたため、彼らの活動が満15歳に達した日後の最初の3月31日が終了するまでのものの深夜業を禁止した労働基準法第61条5項に抵触するのではないかと疑義が出された。労働基準監督署が同年6月に光源氏の所属するジャニーズ事務所へ調査に入った結果、報酬面、税法上の取り扱い、事業所所得として課税されているなどの実態から見て、光源氏のメンバーは、労働者とは認められないという判断を下した。これに先立ち、1985年、労働基準法研究会の報告、労働基準法の労働者の判断基準についてが出されている。同報告によれば、労働者性の有無は、使用されるイコール指揮監督下の労働という、労務提供の形態及び、賃金支払いという報酬の労務に対する対象性、すなわち報酬が提供された労務に対するものであるか、どうかということによって判断され、その上で、専属度、収入額などの諸要素も考慮して、総合判断することによって、労働者性の有無を判断することとなっている。この報告は、芸能タレントに限ったものではないが、労働者性について包括的な判断基準を示している。現在においても、芸能タレントの芸能プロダクションとの間における、労働者性についての判断基準は、基本的にこの報告によっている。こうした背景があり、労働省は、都道府県労働基準局からの問いに回答する形で1988年7月30日に、通達を発出した。これが、いわゆる、芸能タレント通達である。1985年の報告を念頭に、以下の4要件をすべて満たす者は、労働基準法第9条の、労働者に該当しないとするものである。当人の提供する、歌唱、演技等が、基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では、時間的に拘束されることはないこと。契約形態が雇用契約でないこと。労働基準法第9条の労働者に該当しないとなれば、労働基準法で定める。種々の規制は適用されないので、これらの条項にとらわれずに活動することができる。人気や個性は、画一的な基準で測れないもっとも、人気や個性といったものは、画一的な基準で測れるものではなく、通達発出後も実際の芸能タレントが、労働者に該当するか否かは、その都度個々の事情に応じて、ケースバイケースで判断するしかない。スピードや、全盛期のモーニング娘。は労働者に該当しないとされた一方、1999年12月に当時15歳の大森玲子が深夜の生放送ラジオ番組俺たちやってますに出演したところ、所属事務所ホリプロと毎日放送の関係者が書類送検されている。所属事務所と放送局の関係者は当該タレントを表現者に該当すると考えていたが、労働基準監督署は労働者であると判断した。この判断については、国会でも取り上げられ、当該タレントについて、あまり売り出しがまだできていないような方、労働基準法上の問題に抵触する可能性がございましたとしている。こうした事例などが契機となり、現在では、各放送局ともに、おおむね、たとえ、表現者に該当する人であっても、15歳未満の芸能人は21時以降に生出演させないという自主規制を定めている。特区規制改革の流れの中、2004年に通達が発出され、演劇の授業に使用される児童については、労働基準法第61条5項の厚生労働大臣が必要と認める場合として、当分の間、午後8時から午前5時までを午後9時から午前6時とすることとなった。ありがとうございます。